はいどうもこんにちはクレです、よろしくお願いします。さあということで今回はこちらプロスピ妖怪道について動画を撮っていきたいなと思います。いや久々に新イベ来ましたね。めちゃめちゃ久々の新イベ解説動画になっているんじゃないかなと思うんですが、まあ、昨日はですねセレクションの動画を出していますので、まだ見てない方はねぜひそちらの動画を見ていただいて、この動画も合わせて見ていただければと思います。ということで、まあ、昨日から始まっているこのイベントなんですが、個人的にはまあなかなか新鮮味があってね面白いなっていう感想を受けたんですが、皆さんいかがでしょうか。ぜひねやってみての感想などコメント欄にてお待ちしてます。ということで今回のラインナップ的にはこんな感じでございまして、まずはそもそもどんなイベントなのかっていうところのイベントの概要についてのね解説をしていって、その後進め方のコツですね、まあ、今現段階で分かっているところ、お話をしていこうかなと思います。であとは自然回復で終わるかどうかっていうところに関してね、やっぱ一番無課金の方とか気になってると思いますので、その辺もね合わせて解説していきたいなと思います。ということで早速ね本編やっていきましょう。はい、ということで、もう早速ですねイベントの画面の方にやってきたんですが、まずはイベントの概要についてのお話からねしていこうと思います。まずですね、プロスピ妖怪道とはというところでお知らせに書いてあるんですが、マップに配置されたイベント専用試合を行うことでバットの化身の打撃能力を強化し、待ち構えるボス妖怪の撃退を目指すイベントですという記載があります。そもそもこのバットの化身って何なのかっていうところなんですけど、これはプレイヤーと捉えるとね非常に分かりやすいかなと思います。で今これが僕のバットの化身なんですけれども、もう今レベル8までね来ている状態ではあるんですが、まだちょっと手つけられてないよっていう方とかだとかなりこの辺能力違うんじゃないかなと思います。まあ、その低い初期能力からマスを進めていくことでですね、少しずつ少しずつ強化することができて、その強化した能力でボス戦に挑んでですね、このボスを撃退するというね仕組みになっております。でその育成から撃退までのサイクルをこう永遠に繰り返してですねポイントを稼いでいくという流れになっています。でこのマスがですね色々とまあ柄があると思うんですけれども、このマスは6種類あります。これもねお知らせイベント説明のところに書いてありますが、こんな感じになっていて、どれを重視してね選択していくかっていうところは非常に重要なポイントになります。具体的に見ると、ヨダメージアップ試合、弾道アップ試合、パワーアップ試合、ミートアップ試合、スプリッツアップ試合、スキルゲット試合ですね、という感じになっているんですが、まあ、それがこんな感じでね、このダンベルであればパワーアップ試合、この炎であればスプリッツ試合、このカーソルであればミートアップ試合、なんか巻物のやつであればスキルアップ試合とかというような感じになってます。でまあこれが、網田くじみたいにですね、こういう風にルートを辿っていってで、どのマスを踏むかを自分でね、選択していくというような感じになっております。で累計の獲得方法は浄化ポイントと撃退数の2種類があります。でまず浄化ポイントというのはですね、各マスで、このパワーアップ試合とか、スプリットアップ試合とか今こんな感じで選択ができますけれども、この試合で、試合をした時に獲得するポイントになります。さらにボスに与えたダメージですね、ボス相手にね、与えられたダメージ分も浄化ポイントに加算できるというねシステムになっています。これ非常に重要なのでここも覚えておいてください。で反対にですね、撃退報酬に関してはその名の通り、ボスを倒した回数で、累計報酬という感じになります。はい、ということでまあざっくりねイベントの概要としてはそんな感じなんですが、ここからはですね進め方の解説をしていきたいなと思います。でさっき言った通りですね、ここでどのマスに止まっていくか、ボス戦に行く前にどのマスに止まっていくかっていうところが非常に重要なポイントになります。でこれ重視すべきマス、個人的にはこういう風に考えております。はい、まずはヨダメージアップマス、そして弾道マス、スキル量はパワーアップマスというね重視の仕方で考えています。まあこれ上から本当に1番2番3番の順番に考えてもらえればと思うんですけれども、じゃあなんでヨダメージアップを優先するかっていうと、ボス戦のダメージがですね浄化ポイントに直結するからですね。これさっき言ったんですけれども、まあ1番は浄化ポイントの累計ポイントでね報酬がもらえるというところ、Sランク契約書が17万5000ポイントでもらえるという感じなんですけれども、まあそれを稼ぐにあたりですね、やっぱりボス戦でのダメージっていうところが非常に重要になってくるので、ヨダメージアップ率が高ければ高いほど効率よくね浄化ポイントを稼げるということで、こう非常に重要になってきます。で続いてが弾道マスなんですけれども、弾道マスを優先する理由はですね、単純にホームランや長打が出やすくなるからですね。これはもう長いことプロスペースをやられてる方とか、まあ普通にそこまでやってない方でも分かるとは思うんですが、当然低弾道とかグラウンダーの選手って打球なかなか飛びづらいですよね。で結果やっぱり単打が多くなっちゃったりとか、まあちょっと操作に自信がない方とかだとアウトになっちゃったりとかっていうところがあると思うんですけれども、まあ、それがね中弾道とか、まあ、せめてラインドライブとか、高弾道とかっていうところに変えられると、まあ、ホームランとか長打がね出やすくなるということで、弾道マスはね、優先していく必要があるかなと思います。当然、長打が出やすくなっていけばダメージも出やすくなるので、まあ、いい循環だよねというところでございます。で続いてスキルマスですね。スキルマスを優先する理由に関しては、排水の陣などですね非常に強力な効果があるスキルを獲得することができる可能性があるからですね。でこれ今画像出てると思うんですけれども、排水の陣僕もね
ね、何回か獲得することができているんですが、余ダメージに対してさらにプラス 100% ね、ポイントを増やせるっていう効果があります。まあこれはさっきのね、余ダメージアップのところでも言いましたけれども、めちゃめちゃ強い効果です。なので、まあスキルマスに関してはね、こういった効果がもらえる可能性もあるので優先していく理由になってますね。ただこのスキルマスに関してはちょっと博打要素もあって、止まってからその何のスキルを獲得できるかっていうところ、当然排水の陣が毎回もらえるわけではなくて、まあいろいろなねスキルがあるので、絶対にそれが来るわけではないっていうところでは、まあ運要素もあるんですが、もし当たればね、めちゃめちゃ大きな効果が得られるっていうことで、スキルマスは優先の高めかなと思ってます。ちょっと排水の陣以外のねスキルに関してはまだそこまで強いスキル確認できてないです。まあパワーがアップしたりとか能力が単純にアップするっていうねスキルは確認をできているんですが、まあ排水の陣のような効果があるめちゃくちゃ強いスキルに関してはあんまり確認できてないので、さらに強いスキルがあるよっていうところであれば、まあぜひコメント欄で教えていただければ幸いです。でラスト、パワーマスを優先する理由なんですけれども、まあこれは弾道マスと同じでですね、ホームランや長打が単純に出やすくなるからです。ただまあ低弾道とかグラウンダーでパワーがめちゃめちゃ高くても当然打球って飛ばしづらいので、やっぱり弾道が重要になってきて、その次にねパワーが優先になってくるよねっていう話ですね。で残るはミートとスピリッツのマスだと思うんですけど、このマスに関してはもう他にどうしても止まらないといけない状況っていう以外に関してはもうスルーでいいかなと思います。なので、まあ、今のねこの僕のマス目で言うと、まあ今ここパワーかスピリッツかミートかっていうところで進めるんですけど、まずはパワーを僕は多分選択します。でその後、まあパワーにもう一回行くかスキルに行くか、まあここはどっちでもよくて、スキルに進んだのであればもう一回スキルに行くと。でその後はまあスピリッツ行って、余ダメージアップかなって踏んでボス戦に挑むっていうような、流れになるかなと思います。まあこの辺はこうやってスクロールすることでね、どうやって進んでいくかって考えることができるので、まあ今の優先順位を当てはめた上で、どうやって進めていくかっていうのは、考えながら進めていくといいんじゃないかなと思います。であとはですね、自動か自操作どっちがいいかっていう問題に関してなんですけれども、今回のこのイベントに関しては自操作の恩恵がですね非常に大きいイベントだなと思ってます。ではこれも画像を出しておきたいと思うんですが、自操作でね活躍ゲージが満タンになった場合、1マスあたりでの浄化ポイントとか、あとは効果の獲得っていうところがほぼ倍になるんですよね。まあ、自動でやった時と比べてほぼ倍になるので、まあ、かなり、自操作の恩恵は大きいと思いますので、まあ、やっぱり無課金の方は自操作が必須になるイベントにはなってるのかなと思います。であとは課金ができる前提でですね、まあ、ハイブリッドに時短も考えていく必要があるぞっていう方であれば、まあ、余ダメージアップのところと、あとは弾道だけですね、その2つのマスだけ自操作して、あとはボス戦で自操作、それ以外のマスミートとかスピリッツにどうしても止まらなきゃいけないとかっていう場合に関してはもう、自動で回しちゃうっていうのもありなのかなというふうに思いますね。まあその辺は自分のプレイスタイルに合わせて、最後考えるといいのかなと思います。はい、でラストですね、自然回復で終わるかどうか問題についてなんですけれども、ここに関しては自操作であればほぼ確実に終わるんじゃないかなと想定をしております。比較的過去イベもですね、初開催に関しては緩めに設定されてることが報酬ライン多いので、まあ、今回も比較的、緩めのラインにはなっているのかなと思います。僕もこれ本当に1時間ちょいぐらい、まあ、いろいろ試行錯誤しながらやって、このラインなので、まあ、本当に、時間に関してはそこまでかからずに開始をサクッとできるイベントになっているのではないかなというふうに思います。まあ、目標ラインとしては、浄化ポイントの S ランク契約書と、あとは撃退報酬の S ランク特訓コーチですね、ここまでは集めておくといいのかなと思います。まあ、ただオーバーランとかに関してはね、どうしてもこのイベントスタミナを使うイベントなので、まあ、1.8 倍が選べる今 V ロードをね、当然基本的にはやっぱ回った方が、まあ、効率はいいかなとは思うので、まあ累計ストップでとりあえずはいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ一応最後総括にはなりますけれども、今後ね、まあ調整とかが入る可能性はイベントとしてはあるんですけれども、現段階では非常に、優しくていいイベントなんじゃないかなというふうには思ってます。どうでしょう、皆さんのやってみての感想とかもぜひねコメント欄にて書いていただければ嬉しいです。はい、ということで今回はですね、プロスピ妖怪道、こちらについて動画を撮ったんですけども、いかがだったでしょうか。まあでもやっぱ本当に久々に新イベが来て、個人的にもめちゃめちゃワクワクしましたね。まあ要素としてはラビリンスに近かったりとかっていうところはあるんですけれども、まあでも他になかなかない育成要素というか、まあ自分のプレイヤーというか、そのバットの化身をね育てていきながら退治していくっていうね、一連の流れは非常に新しい要素で面白いなというふうに感じました。まあぜひね、まあなかなか1年に1個2個ぐらいしかねペースとして、まあ難しいのかなっていうところはあるんですけど、まあ、結構イベントね、どうしても何年も何年もやってると同じものが続いてきたりマンネリしてしまう部分もね当然あると思うんで、こういった感じでね新イベントをたくさん来てくれると嬉しいなと改めて思いました。ということで、ぜひねこの動画が参考になっていれば高評価とチャンネル登録を教えていただけるとね、動画制作のモチベーションになりますんで、ぜひ参考になっていれば高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。